ちは。こんにちは。さあ、負けられない戦いが2026年にある、はい、夢のある話をしましょう。そうです、ね、今日は豊か侍ジャパンです。いやー、緊張するな緊張する、まあ、先行は豊かさんがまあ先行するということで、はい、終わったばかりなんですが、いよいよ、ね、もうでも3年後に迫ってくる WBC。 でも例えば、はい、こういう風にしたいなっていうメンバーを発表していくけど、はい、これからこう変わっていくのがね、もちろん成績によったりだとか、はい、なんか急成長するとか、はい、それによってこう変わる可能性があるからね、まあ、入れ替わり制ですからね、はい、これは、まあ、現時点での、はい、豊さんが声をかけたい選手たち、はい、3年後だからね。そうなんですよ、ベテランはいないよベテランはいないよ。そう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 、まあ、今回、はい、ピッチャー13人、まあ、キャッチャー3人、はい、そして内野手7人の外野手7人を豊さんにちょっと声掛けいただきたい招集選手選んでいただきましたけども、はい、まあ、ざっと見てこうどんな特色のあるチームに豊ジャパンはなりました。やっぱりね、ピッチャー主体になるな。あ、湧いて出てきてるよ、いいピッチャーが。あーいやー、これはメジャーの植民地になっちゃうぞ、まあ、みんな行くような選手たち。もうよかったらもう釣っていかれるって。釣っていかれますよ。いや本当に。でもそのぐらいレベルが高い。でも向こう行ってもレベルが高いから通用しちゃうようなボンボン。いやそうですよ、うん、いやいいですよ。でもだからピッチャーのやっぱり質というかすごい上がっていってるんですね。いやすごい。じゃあその質のいいと豊さんがおっしゃっていた、はい、まずピッチャー陣から13名、はい、まずは招集1人目、佐々木朗希。あ、もうここそうですね、前回同様160キロ平均で投げたピッチャーだったよね、はい、うんうん、これがやっぱ世界でナンバーワンだったの、その平均維持率が。これはすごいよ、やっぱり今から3年後さらにもっと進化して170キロいってるわそうですよ、可能性あるよ、トレーニング積めば。ですよね、となってくるとやっぱり佐々木朗希投手なんかは投手陣の中心になってくる、まあ、第一先発で投げるようなピッチャー、はい、まあ、これ順不動になってるからね。はい、はい、そうです。いい順から言ってるわけじゃない、ね、じゃないです、もう思いついて声をかけたい選手順です。はい、続いて宮城。はい、左の宮城投手、はい、この緩急の使い方は本当にうまいし、うん、まだ3年後にはもう熟成してるという。おお、さらにだ、うん、さらにさらに、うん、はい、さあ続いて藤井、はい、ソフトバンク。ソフトバンク、はい、あの角度があったあのフォーク、うん、やっぱなかなか打てないと思う。前回は選ばれなかったんですけれども、そうそうそう、次回は豊さんを呼びたい。いやー、やっぱりいいピッチャーだよな、力があるしな、うんうん、その第二先発の中で投げていってほしいですか、それとも、まあ、リリーフも経験してるし、はい、先発もね今年から経験してるから、はい、両面で使えるというね。あ、両方で使えるピッチャー、はい、そして山本ね。はい、あ、山本投手いきましたか。あ、山本、はい、ね、うん、吉野部、はい、ここはもうザ安定感素晴らしいですよね。あと七色の変化球、七色使わなくてもいいから。いいですか。ね、はい、だからまあ山本ね、はい、はい、豊さんの大好きな山下俊平太、はい、5回投げて10三振取るんだよ。あのカーブなんかえぐいよどれだけ落ちてんねんっていう、すごいですね本当に、うん、いやキャッチャー取らなかったら真上にこうやって上がっていきそうな、そんなカーブだよ。あんなやっぱもうびっくりすると思う、向こうの選手。あ、見たら、はい、ということは将来本当メジャーのもちろんね可能性もまず間違いなくメジャー行くやろ、順調に育ったら。オリックスすごいですね、やっぱりもうねスカウトをスカウトしてこないと、他球団が金出して。いや、そうですよ、それが早いですよ。いやいや、本当だよ、うん、本当に。どなたなんだ。いや、それはもうアメリカなんか GM を、ね、スカウトしてくるみたいに、日本も誰がそのピッチャーを集めてんだっていうので、はい、スカウトしてお金出してもいいよ、1億ぐらいですよね。年俸1億でどうだって、うちに来ないかって、うん、ヘッドハンティングだよ。いや、ありですよ、もう相手出てるな本当に。そう、オリックちょっと無双状態。山下俊平太えぐいからバシバシで三振取っていきますしね、はい、さあ続いて高橋宏斗。はい、そうです。もうメジャーがね、こう今回の大会で、うん、こんな若くてこんなピッチャーおんのかみたいな、はい、びっくりしたというね。いや、そうですよ、はい、どうです、その時にまだフォームって変わってるんですかね。
分かんないよ、それそんなこと聞くなお前、俺を予想しだと思って思ってます、はい、フォーム変わってるのかなと思って、はい、さあそして同じ高橋選びました。高橋刑事投手も豊さんやっぱり呼びたい。やっぱりちょっと一晩向けたよね今回の大会で、うん、それで今年ぐらいからやっぱものすごい精度のいいボールを投げ出すんじゃないのかなと思って、はい、おお、さらにいい精度のボールを投げ出すということで3年後も呼ぶ、ね、はい、そして高橋春人、高橋続きますね、はい、もう全部高橋にしちゃうかと思っちゃったけど縛り、高橋縛り、長嶋さんが知ってるよね、え、赤塚なんかのこう企業名の野球教室行ったんだよね、はい、で企業名を背中につけたんだよ、うん、はい、お、君は赤津くんかみたいな、うん、君はこうこうこうって、で次、うん、赤津って書いてあるお、君も赤津くんかみたいなここは赤津くんが多いなって、いや企業名だし、ね、多いと、そうそう多いまさにそれです ね阪神の、はい、これはもう今はねもう手術明けで治って投げ出してるんだけど、うん、えぐいって、えぐい球が、うん、だからまだ見てないけど、はい、なんかすごいことを感じるよ、うん、まあでも去年のもそうでしたからね、はい、いいピッチングしてましたもんね。いや去年は投げてないから、あれ、え、そうだ、一昨年なんだ、投げてないんだよ、まあ、去年投げてないんですね、投げてないということはもう期待を込めて、いや絶対来ると思う、うん、高橋春人投手は、はい、でも手術明けだからもう怪我しないから、そうですよね、強くなって帰ってくる、バン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 行くと、そうそうそう、はい、そしてで大谷翔平また来てくれますか。いや来てくれるでしょ、うん、俺じゃ分かんないですいやいやいや、そんなことないですけどいやいや、まあ、もしかしたらエンゼルスじゃなくなってるかもしれない、まあ、可能性はあるね、まあ、そんな中で豊さんがどういう、でも保証の問題があるから、うん、ここら辺がどうなるかね、まあ、メジャー組はそうですよ ね、まあ、そうだね、あとは豊さんが現地に行ってどう交渉するかと、そうだよ、ね、君の名前を、ね、スターティングメンバーに書きたいんだよなんかなんかまあそういう口説き文句いいですね、はい、プロポーズみたいですね、そう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 、はい、そして巨人からです、あ、戸郷ね、はい、はい、まあ戸郷は良くなったね、はい、絶好調じゃないけども勝てるようになってきたね、はい、うん、やっぱこういい経験したね、そうです ね、原監督もおっしゃってますもんね、はい、さあそしてまた阪神、はい、はい、西純也、はい、はい、森木も考えた、おで、そしたら DeNA の小園も考えなきゃいかんだなと、まあ、優秀なピッチャー多いんだよ、はい、こう順調に育ってきたら森木とか小園とかも入ってきそうなんだよ、そうですね、まだ3年ありますからね、そうそうそう、だからまあでも西純也、これはあのあれですよね、二刀流で、これ二刀流で使ってほしいなバッティングいいですよね、めちゃくちゃいいよ、はい、これスケール感があるもん、うん、バッティング、はい、ピッチャーも、うん、大谷よりランクはちょっと低い、うんうん、ね、ぐらいにはいける、そうですか、いや、いけるけど今から本当転向しないですか、ね、矢沢がそのちょっと下かも、二刀流やるとしたら、あ、矢沢選手よりも上行ってる感じですか、多分俺バッティングが上だと思うよ、へえ、ちょっと阪神で二刀流見てみたいです、うん、岡田さん頼むよ本当にね、いや本当に二刀流にしてよ、はい、でさらに阪神はいいですね、ピッチャーまだ選びました、才木、才木投手、この角度とさ、あのフォーク、はい、まあ、大谷は味方だから、うん、あのワンバウンドしそうなのはホームランできないよ、はい、大谷しかね、才木、うん、まあ、もいいピッチャーだ、あの術明けいいですね、戻ってきました、はい、はい、そして最後金村、ルーキー、あ、日本ハムの、はい、これは使えると思う、お、え、それはどういうところも、いや、球質がいいもんね、あのフォーシームなんか素晴らしいと思う、お、いや、だからいけると思う、ルーキーで入ってくるっていうのはすごい楽しみです、はい、で、カッコしてダルビッシュこれはピッチングコーチでもヘッドコーチでも総合コーチでも、コーチとして呼びたい、選手としての総合コーチも、こちらスタッフの中に入らなくていいから、いいから、ダルビッシュに一枠上げるぐらい、うん、ダルビッシュの存在は貴重だと思って、いや、まあそうですよね、うん、投げなくていい、投げなくていい、投げなくていい、本人投げたい、投げたいんだったら投げてもいい、もういいですか、うん、投げてもいいけども投げなくてもいい、だから前回の大会、まあ、いわゆる今年の大会で非常にやっぱり重要な役割、まあ、求心力があったな選手たちのな、はいはいはい、私あの若手の選手たちにもいろんなことを教えてくださって、ね、そういうのもありますしね、はい、さあキャッチャーです、はい、キャッチャー3名、坂倉、ようやく呼べますね、3年間な積むからさ、経験を積むから、キャッチャーのな、はい、今年はもう代打いらないし、
そうです、ね、打ってくれるよ坂倉は。ただ今シーズン出だしちょっとね、まあまあしょうがないよな、はい、まあ、ずっとキャッチャーやったこともないし、はい、まあ、今年からね専念ということで、うん、やっぱ勝たさなきゃいけないっていうプレッシャーもあるしね、はい、だからまあバッティングの方で多少響いてるのかも分かんないけど、うん、まあ、そのうち打ち出すよ慣れてきたら。じゃあそこは心配せずに3年後も開けると、はい、2番目です。はい、あ、まあ、これは経験だな。そうですね、甲斐、うん、選手、甲斐がまあ経験者として、うん、まあ、いてくれるといろんなアドバイスもできるんじゃないかという、ね、うん、はい、心強いですね、はい、3番目です。若月、オリックスの若月選手ですか。そう、それはなぜ。やっぱりリードは俺いいと思うし、うん、中村みたいな存在になると思う。そうだ、私ここ中村選手じゃなくて、いや中村は年齢考えた時にちょっとああいうもうしんどいかなと思って、はい、まあ、若月にまあ、チャンスっていうかね、うん、他でもよかった。そうですよね、西武の、はい、後輩だからいやらしいでしょ、うん、お前来いみたいな可愛いけどね、あいつね、古賀選手に、うん、話しかけに来てくれるしっていう。そうそうそう、まあ、だけど若月なんて俺いいキャッチャーだと思ってるし、バッティングも成長してるしね、うん、だから若月なんか入れると面白いかなって、はい、それと変な言い方だけど、うん、オリックスの選手を参考にしたようなピッチャーたちがたくさんいるんだよ、はい、まあ、その中でやっぱそのリードというね、うん、仕方というか、はい、まあ、これはやっぱちょっと若月は俺は勝ってるんだよね。嬉しい初選出、坂倉選手、はいはい、若月選手になりましたね。じゃあ内野手です。はい、村上、ま、もう これはもうね、うん、キャプテンだよ。お、キャプテンですか、うん、もう引っ張れと。引っ張れと、若いけどね。もうそうですね、村上選手は特に理由はいらないですね。はい、マッキー出たんで、ね、サッカーの毎回やらないと。押しむさん、マッキー、いやいや、マッキーね、堂々と、あ、ね、もう俺はもう経験してるし、はい、あ、頼りになると思う。あと最後 のムードメーカーでダンスも良かった。お前なんであんなことしたんだって言ったら、いや、あれはね、もうノリなんですよもうあんなあるしかなかったんですよみたいな、とっさに出たんですか。まあ、まあそういうことを持ち合わせてるっていうのはいいよ ね、いいですね、ムードメーカーです。はい、はい、そして岡本、はい、ここもそうですね、はい、だから今回その岡本選手が村上選手とその守備が被るからどうなるかとか言われてましたけど、でもやっぱり献身的にどこでもやりますみたいなね、うん、まあ、そういう態度でいてくれたし、はい、岡本はやっぱこう使えるな、いてくれてよかったですよね。よかった、よかった、はい、そしてまあ源田ね、源田選手、うん、まあ、源田はやっぱりいるな。前回まあ骨折しながらと思いましたけど、まあ、まあそうだね、はいはい、まあ本当にあの打てるショートがいたら源田を控えにして途中から源田みたいなのもあるけど、源田のあの守備はね外せないな。そうですね、鉄壁ですよね、はい、さあそして豊さん、はい、ショートにもう一人長岡、はい、ヤクルトから。そうだね、うん、長岡も成長してるよ、守備もそうだし、まあ、バッティングもね、はい、まだ今のところ率は上がってこないけど、はい、まあ、3年後の成長を見越して、うん、まあ、今長岡っていうね、はい、ことを入れようかなみたいな。まあいいですね。なんか俺本当に監督になった気分だよ。なんか、はいはい、いや、いいですよ、いいですよ、はいはい、さあそして豊さん、このフレッシュな選手を入れてきましたね、はい、中日から田中美希也選手、今手術してるけどね、はい、まあ、必ずや、うん、まあ、復活して、はい、まあ、中日を支えていけるような、うん、ピリッと胡椒が効いたような、うん、胡椒が効いたような、いいですよ、スパイス効いたような、そうなんですよ、故障がのような選手になってくれると思うし、うん、どこでもできるしね、まあ、そうですよね、内野、まあ、セカンド足も使える、はい、まあ、そういったところ3年後見越して、はい、さあそして小園、なんでまたそのマーキーってなんで口弱い、まあ、小園、はい、小園今年状態悪くて、はい、まあ、毎年悪いんだけどさ、うん、田中が出たりだとか、はい、上本が出たりだとかされてるけど、はい、やっぱ小園がやっぱショート取らないとさ、しっかり、うん、で3年後にはもう押しも押されぬ広島のショートを守ってるかなと思って、はい、まあ、小園っていうことで、ね、選手を入れたんですね、はい、あ、今回結構そうですね、あのショートが3名入ってて、まあ、ショートやってる子っていうのは、うん、セカンドも多分できるし、うんうん、併用できますもんね、うん、だからまあできるかなと思ってね。で岡本選手をこの場合はファーストで使いたいっていうところですよね、うん、あのロッテにもね、友杉って、はい、いい選手いるんだよ、足の速くてさ、特化小僧みたいなやつが、はい足の速い選手もいると、いやだから、いやこれからやっぱ楽しみだよ3年後。そうですね、俺もしっかり見ていかないと、はい、さあ最後外野手です、はい、はい、まあ吉田正尚、まあここメジャーからですね、はい、いやそうですね、あの活躍見たら、いやそうだな、はい、でコンちゃん、
そうです、あの活躍見たらなあまあ代打でも使えるからね。あ、そうですよね、はいはい、近藤選手は3年後、年齢は3年重ねてますけど、 それでもやっぱり必要な選手ですよね、はい、で鈴木誠也出られなかった分、はい、まあ出られなかった分やっぱね、呼んだら来てくれるのかなっていうね、うん、まあそういうこともある、ね、ですね。そしてヌートバー、ヌートバー選手愛されキャラですからね、うん、これはもう活躍しててまた日本に来てくれると、もちろん、まあもちろん、うん、はい。そして足のシュート、はい、シュート選手も入れました、豊さん。いや、シュート外す、お、何かよぎりました。よぎった。何が。藤原、はあ、ロッテの、ああ、はい、それよぎって変えたのは。いや、シュート確かに足は速いし、はい、あれだけどスタメンっていうことになると、うん、ちょっと打力だとか、はい、そういうものがちょっと落ちるんだよね、うん、まああの足は魅力だけどさ、田中がいるでしょ。あ、います、中日。これも速いし藤原も速いからね、はい、だからいいかな。おお、ここは周東選手じゃなく藤原選手、さらに、まあ、周東も経験したからね、いろいろ。そうですね、だからまあ更新に譲れということで、はい、わ、はい、かりました。さあ、そしてあと2名です。はい、はい、万波、日本ハムから万波選手。これはやっぱ3年後は相当なホームランバッターになってる可能性もあるよね。まあ、今シーズンはね、ホームラン打ってますからね。もう身体能力、これも足速いからね。ああ、そうですね、まあ、魅力的だよね。はい、まあ、今川にしようかなと思ったけど、はい、今川入れるとあんまりかな。なんで。いや、今川頑張れよ、ここに入れるように。そうですね、応援してんだからさ、頑張ってね、この3年でここに名前が出てくるように。でも万波だな、はい、はい、さあ、ラストです。ラスト、森下。ちょっと待って、またその不安げな感じで。いや、森下は3年後阪神の、はい、はい、メンバーに入れるように頑張ってほしいな。そうですよね、うん、と思います。おお、これでね、全部出揃いましたけど、いや、ピッチャーで例えば前回のメンバーで大勢投手だったりとか、うん、栗林投手とか選ばれてたメンバーが、豊さんは今回は招集しなかったんですけど、大勢が丈夫であればね、うん、例えば抑えのポジションをやって3年後っていうのは、うん、相当疲れが溜まってると思うんだよね、はい、だからどうなのかなって、よければ呼ぶし、うんうんうん、偉そうに言ってる。いや、いいですよ。だからやっぱ大勢みたいな、うん、その変則とかね、はい、そういうピッチャーは入れときたいんだけどもさ、はい、いや、ジャイアンツでどのぐらい抑えをやっていくのかっていうふうに考えたときに、はい、相当下手るだろうなと思ってて、あの栗林投手でもやっぱりそうなってますから、ね、そうだな、だから、うん、そういう意味ではちょっと抑えは決められないよね、うん、それで今本当可能性のあるというか、うん、いい人を、また将来性もある人をちょっとピックアップしたけどさ、はい、まあ、こういう風なメンバーなんですよね。まだちょっと漏れてるかもわかんないけど、ね、はい、ただまあ現時点ではこういった選手たちの名前が上がりましたけれども、うん、これが例えば今シーズン終わった後、いや、ここにこの選手を入れたいよねだったりとか、いや、あるある、出てきますもんね、出てくる。これを基準にこう入れ替えをしていかないと、はい、そうです。だからどの選手は残り、どの選手は入れ替わるのかとか、そういったところもね、ちょっと2026年までギリギリまで WBC を追っかけていきたいですね。だから内野手栗原もいいしな。ああ、そうですよ、ソフトバンクの絶好調ですよ。ただ守りがね、まだちょっと動けてないかなっていう感じはするんだけどね、うん、足の影響もあって、はい、うん、だけどその打つ方はもう全然大丈夫だから、ね、そうですよね、選ばれてもね、もう十分にいい選手ですもんね。そうそうそう、はい、またちょっとね、あの時期を空けつつこれはやっていきましょう。そうか、はい。もういい加減にせえって、お前監督じゃねえだろって言われるよ。いや、豊さんが呼びたい選手ですから、まあ、そうだな、はい、はい。